ちょっと待って、めっちゃあるんだけど。こんにちは、ひろちゃんひろむです。今ね、東京来てるんですけども、銀座1丁目らへんから八重洲地下街の端っこらへんかな、そこのですね五右衛門で働いたことがあります。1週間でなんかメニューの省略を覚えてこいみたいに言われて、案の定覚えきれなくてミスとか連発して、ちょっと無理だなーってなって1日で終わったっていう伝説の黒歴史でございます。ひろチャンネルって言ったら自販機と言ってもいいんじゃないかってぐらい自販機いろいろやってます。その中で自販機の下にいくら眠ってるのかっていう企画があるんですね。日本の全国のね、自動販売機の下に4億6000万円眠ってるらしいです。全部ね、こう探したら億万長者になれるということですね。今回いつもね、池袋でやってるんですけども、東京とか銀座でやればサラリーマンとかのスーツの人がさ、こう落としてさ、こうやってこう見るみたいな、この行為がまずないと思うから、東京銀座エリアでこれをやっていきたいと思います。おなじみのこのカウンターでチェックしていきたいと思います。それでは1、2台目ないね。下がね、きれいないね。3台目ですね。あった。めっちゃあるやん、あるやん、あるやん。はい、まず手前にですね、こちら、はい、まず10円ですね。ゲッチ。5台目なし、6台目なし、なし、なし。銀座とかさ、東京の人やったらさ、札とか拾わないんじゃね。ちょっと待って、ありそうだぞこれ。特にさ、汚いとこなんて拾いたくないんじゃない。やっぱあった、ありました。ない。16、18、19。17抜け取るで。ないねー、ないねー。結局忘れとった。頭痛くなるやつだ。拾わないんじゃない。拾えないのだ。22、23。CM って言ったぞ。ちょっと待って、めっちゃあるんだけど。めっちゃあるんだけど。今普通に確認しただけの4つぐらいあった。なんでこの距離で拾わねえのってとこに100円がある。俺はでかいな。4枚あったぞ。多分上司の前では拾えない。あった、あった。やべえ。笑いがこらえれねえよ。100円。100円。銀座東京暑いわ。浮いてんだけど。浮いてはないけどな。お皿に落としてここ入るか。ちょっと待って、ブラックキャップあんだけど。下手したらいるよこれ。ちょっといる？いるかだけ。いないか。お金は？ないね。ないね。いないじゃない。それだけ無理だよ。スコップ落ちてんだけど、どういうこと？何に使ったのこれ？どこの冒険家が来た？ここはね、探しづらい場所ですよ。ほら見ろ。最近じゃない？綺麗だもんね、めちゃくちゃ。これはちょっとかなり埃かぶってますね。オフィス街でやるっていうのは成功だったかもしれない。ここに関しては下がない。ありません。シャッターが降りてます。てか何これ、ぶつかってないの？ありました。多分1円かなこれ。はい、1円。あ、100円じゃん、100円じゃん。銀座の人100円拾わへん。俺拾うぞ絶対に。うん、ないですね。これはないでしょ。しかも新品。これ超えた。ないね、ないね。合ってんのこれ、シャッターのやつ。手で取れるようなとこなのに、さすがに5円か。5円だな、見てこれ。めっちゃ見えるやんここ。10円か。なかった、ないな。いや、なくしたとかじゃないんですけど、なんかちょっと光っとるなーと思って、こうやって書き出してったらゴキブリやってたらもう最悪やね。あったー。ただやっぱね、10円です。この街にかけたい、この街にかけたい。ここどこー。田舎の看板は背負ってる、地元愛あるからね。ないー。落ちてなしー。ないね。ラスト2台浮いていきたいと思います。ということで、こっちはない。ちょっと待って、一旦待った。これないですね。よいしょと。はい、ラスト1円玉ありました。集計します。銀座東京を100台回って見つけた結果、428円ですね。日本全国の5150万台回ったとしたら2億2042万円。お金拾ったんでお願いします。お願いします。よろしくお願いします。